景色、意味わかる？いや、わからない。キャンプの最終クール阪神西さん、僕は予祝を持ってきました。予祝を持ってきました。ギリ式わかるか、いやいやわからん。未来を喜びに引き寄せる、現実を引き寄せる、それ期待と一緒にユニフォーム脱いだ、書かれた予習は胴上げでした。矢野監督胴上げ、矢野監督胴上げ、予習したけれど9連敗、藤波コロナで緊急離脱、急遽代役で先発登板、キリ式キリ式わかるか、洋式で敗退の姿を先に喜び、だけど現実は負けました。現実を引き寄せる、連敗止まらぬ阪神タイガース、勝率0割6分3厘、いくら負けようが読売に勝て、サトテル菅野打って勝ちました。365枚ある札の中から漢字を一文字引き当てるんです。明治しながら引いたのが波という、波を引く大きい波を作っていこう。景色、意味わかる？いや、わからない。